皆さんこんにちは。今日は MT4 にポンド円のチャートを表示させて、1時間足を Excel で取り込みたいと思います。ここにまずファイルっていうところが左上ですね、あるのでそこをクリックします。新規チャートを続いてクリックします。するといろいろこの辺にフォレックス1、フォレックス2っていうのがあるんですけれども、フォレックスのところに、ポンド円あるのでこれをクリックします。すると、ポンド円の、今1時間足のチャートが出てきました。で、これで一旦表示させて、そして続いて、ツールのところに、行きまして、ヒストリーセンターというのがあります。これをクリックします。今ポンドドルのところが今開いているんですけれども、ポンド円ここにあるのでこれをクリックします。すると1時間足がありますので、で右の方もこれ1時間ずつになって表示されていることを確認したいのですが、まだこれポンドドルが出ているので、もう一回ちょっとダブルクリックすると、ポンド円の1時間足に変わりました。あとはエクスポートというのがここにあるので、これをクリックします。そして今ポンドドルのすでにですね、ここにデータもあるんですけれども、自分で適当なところにですね、フォルダを指定してあげて、そしてそのチャートをですね、CSV というファイルですけど保存する。これで保存されましたので、あとは Excel を立ち上げます。で、Excel を立ち上げてあげて、そしてファイルを開いてあげます。で、保存したフォルダをしっかり覚えておいていただきたいのですが、で、ただですね、こういうふうに何も出てこないという場合がありますけども、それはおそらく全ての Excel ファイルになっているからだと思われるので、それを全てのファイルに変更してやると出てきます。で、ここにポンド円の60というのがありますが、それをクリックします。するとこのように2014年3月14日の8時のデータから最後が2014年7月11日の15時、こちら GMT という時間、グリニッジ標準時間ですか、という時間なのですが、1時間ごとのデータが取り込めました。全部で2048データがあります。もしですね、今1時間足だったんですけれども、例えば4時間足、あるいは日足にしましょうか。日足が欲しいのであれば、ここにデイリーっていうのがあるので、これをダブルクリックします。するとここに改めて読み込まれましたんで、これをまたエクスポートしてあげる。そうすると、日足の場合は GBPJPY の1440というのが出てくるので、それを保存するというようによって、同じように保存できるので試してみてください。今日はですね、メタトレーダー4で、ポンド円の1時間足を表示させて、それを Excel にですね、取り込むということをやってみました。ご覧いただきありがとうございました。